こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、婦人用腕時計 の電池交換についてご説明したいと思います。今日はですね、婦人用の鎖付きの腕時計ですね。この手でございますね。ちょっと鎖今中止め外しましてですね、ちょっと外さないとちょっと作業できないんで、でこれをですちょっと今開けますね。開け口がねここですでしょうね。もうちょっとね電池工夫電池もですねこのように止まってしばらく時間経過 しますとね膨れてくるんですよ。こういうふうにそうするとちょっとこう液漏れしたりそういうこともあるんで、なるべく止まったらやっぱり早くお持ちいただいた方がよろしいかと思います。今日付を入れて、今日は令和元年、今日は9月3日ですね。9月の3で、はい。でこれを入れてちょっとチリ拭きですね。これをねこういうふうに今これ比較的手で締まっててございますん でちょうど今6時4分5分になりますね。ちょっとぴったり合わせたいと思いますね。6時5分こういうふうに、ちょっと大きいですね。はい、これで結構ね、これで完了でございます。あとこの中止めのこれバネ棒入れて、これでもう OK でございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。